皆さん、こんにちは。今回は、大内と雨子の秋、ビンゴをめぐる戦いについて語ります。キープレイヤーは大内と雨子ですが、毛利元就は、キャスティングボートを握るような存在です。従来、雨子恒久は、大内義興が在京している隙に勢力を拡大したと言われていたが、詳細に見ると事実は異なる。大内義興の在京期間は1508から1518年だが、雨子恒久が出雲を統一したのは1520年。石見西部および安芸北部への勢力拡大は1521年以降である。大永3年1523年6月に毛利氏を服属させて大内氏の秋支配の拠点鏡山城を攻略したのが大きかった。また武田光和友田沖富士と結んだのも大きい。しかし同年8月には大内義興の逆襲が始まる。まず広中竹長が靴屋勝則、斎藤高俊ら八代島の警護衆を率いて友田沖富士の配下を追い払って厳島を占領した。9月には廿日市、野海島、枝島などを攻撃し、10月には厳島に襲来した武田方警護衆を撃退した。また末沖房は門山城を拠点として笹井軍友田などにおいて武田友田連合軍と交戦した。翌年5月には大内義興自ら嫡子の義高を伴い2万5千の大軍を率いて山口を出陣した。永正4年1507年生まれの大内義高にとっては初陣である。大内軍は破竹の勢いで進軍し、友田沖富士のこもる桜尾城を包囲し、草津城、仁保島城など周辺の城を落とした。大内義興は義高に末沖房を補佐につけて一軍を与え、武田氏の居城佐藤金山城を攻撃に向かわせた。これに危機感を持った毛利元就は雨子恒久に援軍を要請した。恒久は出雲から東の伯耆に出陣中であったが、7月にようやく出雲赤名まで軍を進めた。それまで佐藤金山城も桜尾城も持ちこたえており、毛利軍の活躍によって佐藤金山城を包囲していた大内軍を打ち破った。しかし桜尾城救援までには至らず、10月に友田沖富士が隠居して大内氏の診療支配を受け入れることで和議が成立した。ここで大内氏は毛利氏の調略に作戦を変更する。進言したのは佐藤金山城外で戦って敗れたばかりの末沖房その人である。義興もこれを受け入れ、末沖房は支持広義を通じて武田領の壁、深川、温島、久村、計1370貫を与える条件で大内氏帰参を働きかけた。元就が鏡山城攻略で雨子氏から得た褒章が50貫だったことを考えると破格の条件である。雨子恒久ケチだにゃ。こう聞くと大内義興の方が大物感があるにゃ。相生元綱の件もあって恒久に不信感を持っていた元就は、大永5年1525年3月大内氏帰参を果たす。三冠の領主であった毛利元就は広島湾島に進出し、大きな発展の足がかりを得たのである。
同年4月、末尾義房は水軍を率いて野間氏の本拠矢野を放火するとともに、小早川支配下の水軍野見氏に呉専属要害を攻撃させた。6月頃、野間氏は降伏した。また米山城の天野氏も元就志士広義の働きかけもあって大内氏に帰参した。同年暮れには大友氏の援軍も現れ、広島湾岸の武田方諸城を攻撃した。この頃大内氏と大友氏の関係は良好で、大内義興の娘が大友義明に輿入れし、この女性は義重後の大友宗麟と春房後の大内義長を産むことになる。常の山城城主阿蘇沼氏と府中仁保島に分かれた白石は、地理的伝統的に武田氏の影響が強く、一度降伏してもすぐに武田方に復帰してしまう。結局府中白石は武田方にとどまったが、大内氏は大永7年1527年3月に阿蘇沼氏を、同年4月には仁保島白石を服属させ、ようやく広島湾島を制圧することができた。大永7年1527年7月以降、大内氏と天野氏の抗争は備後北部が中心となる。備北の最有力者高山城城主山内直道が前年大内氏に鞍替えしたのを受けて、天野常久自ら大軍を率いて襲来し、和知郷を制圧したのである。山内氏を直接攻撃するのではなく、大内氏との連絡を絶って降伏に追い込むのが狙いであった。大内義興はこれに対応すべく、秋国内で武田氏と戦っていた末尾義房の軍勢を備北に向かわせた。末軍は和知郷の南枝に着陣し、天野軍との睨み合いが続いた。8月9日には志士広義率いる毛利軍が備後細沢山で天野軍と合戦して勝利を収めた。その後和知を名字に持つ南天山城城主和知氏が大内氏に寝返り、冬を迎えて天野常久は出陣の目的を果たせぬまま出雲へ撤退した。翌享禄元年1528年には末尾義房も秋に戻り、再び府中白石を攻めていたが、門山城に足掛け4年在陣した大内義興が病を得たため山口に帰還した。同年12月、大内義興は死去した。これにより大内氏の家督と坊長をはじめ5カ国の守護職を22歳の義高が継いだ。聞いてたか？は、今回ほとんどセリフなし。じゃあ大内義興が本陣を置いた門山城を紹介すれば。今いるここが門山城です。海を挟んで見えるのは厳島です。門山城へは JR 大野浦駅から妹背の滝を経由して登山するのがおすすめです。来た道を戻らずに駅へ戻ることもできます。山頂付近は巨岩がゴロゴロしていて、矢倉を組んだ柱穴と思われる穴が多数残っています。馬のたらいと呼ばれる四角にくり抜かれた岩もあり、水を溜めていたものと思われます。